皆さん、新年明けましておめでとうございますえ。本年もよろしくお願いします。はい、えー、年が明けまして、2024年、令和6年というふうに、えー、年が変わりました。え賛、ー、成党もですね、えー、今年はおそらく、解散選挙があるであろうということで、え今、ー、日引き締めて、えー、年のスタートを迎えておるという、そういった状況でございます。 昨年、令和5年はですね、まあ、年末の記者会見でも申し上げましたとおり、年末の段階で274の支部、そして141名の地方議員、そして95名の国政改革委員の皆さんと活動をできる状態が出来上がったという報告をいたしました。もともとは、えー、参政党参議院選挙の前はですね、まあ、本当に地方議員も10名もいないと。 というふうな状況でした。そういったところからわずか1年半ほどでですね、これだけの統制が拡大できたということはもう本当に皆さんのおかげだというふうに日々感謝をしております。実はですね、年末に一度世論調査を独自やったんですが、春にやった時よりもですね、賛成党の認知度がだいぶ上がり、そして支持も高まっていたと。 いうことで、まあ我々も結構ネットではですね、えー、秋から叩かれた部分もあったので、どうかなと思っていたんですけども、やはり本当にあの、 現場現場で頑張っていただいている党員の皆さんのおかげで、えー、認知が広がって、その分ですね、はい、あのー、支持も上がっているということを確認できたので、本当に、あのーえー、そういった報告を受けての、このあ年始を迎えられたので、えー、非常に最先のいいスタートが切れるんじゃないかなというふうに考えています。えー、今年はですね、まあ、選挙もあるという話をしたんですけども、やることはたくさんありまして、えー、1月、2月の段階で、本当はね、あのー、昨年の秋から始めたかったんですが、えー、賛成党ニュース、 そういった毎日配信できるようなコンテンツを作ってですね時ネタですとか参政党の内容それから地方議員の活動とかをですねリアルタイムでお届けするそういったニュース番組のようなものを作りたいというふうに考えております。 それから、えっと、1年前に作りましたエドワークスですね。こちらの方も1年間試験実装いたしまして、え、いくつかの事業が生まれてきました。で、これをさらにですね、えっと、レベルアップして、まあ今まではもう、当院であれば誰でもっていうことだったんですけども、少し月数百円ぐらいお金をいただいて、有料のサロン運営に変えたりしていってですね、 本格的にこう事業を作ったり地域の活性化をやったりというこう事業モデルをこう具体的にやっていくというふうな取り組みにレベルアップさせていきたいというふうに思っておりますそれからですね人材育成が参政党のポイントになるということですのでまあ年が明けて1月2月3月ともう連続してですね地方議員の研修国政科学院の皆さんの研修それから各支部の役員の皆さんの研修と いったものをどんどん入れていってですね、選挙のやり方であったり、メッセージの送り方であったり、組織運営であったりといったところ、やっぱり我々本当手作りで作ってきた党なので、あの、ま、いろいろと失敗もあるわけですけれども、でもそういった失敗の中で、皆さんが学んでいただいて、で、またこうスキルアップしていただくと。それが結局賛成党の強さにつながっていくと。 というふうに、この2年間で分かってきたので、今年はさらなる人を育成するというとちょっと上からですけれども、まあ、皆さんと一緒に学んでですね、私自身もスキルアップしていきたいということを今年の一つの抱負としていきたいと思います。そういったことをやった上でですね、組織作って人を育てて、で、情報発信し、そしてドワックスのようなこともやりつつ、やっぱり選挙が大事です、政党ですから。 ので、今年前半だけでもですね、数十、地方、えー、市議会議の選挙だけでも数十の選挙があります。そこに一人でも多くの候補者を出して、えー、通していくということをやっていきたいと思います。衆議院の選挙ももちろん大事なんですけども、その衆議院、国政選挙に勝つために、やはり地方議員が、その現場現場で頑張って活動していただいているということが非常に大切になってきます。 140人、今、地方議員の方入れてくださいますので、そういった方々の議会での活動、地域での活動というものがですね、賛成党の実績につながっていくと。もうこれも形見えてきましたので、そういった現場現場で、本当にあの思いを持って頑張っていただける方を増やしていくということが、まあ、時間かかるように見えますけど、遠ばなように見えますけれども、実は着実で、確実な、はい、あの、統制拡大につながっていくということがもう、あの、手応えがありますので、地方議員、 なる方を、こう、これがどんどん集めていきたいと思います。えー、ぜひですね、皆さんの町で、えー、4月あたりですね、今年も4月あたりに結構選挙がありますので、えー、うちの町も選挙があるよと、隣の町も選挙があるよという方がいらっしゃいましたら、えー、随時賛成党を公募しておりますので、えー、そちらの方に手を挙げていただいて、えー、地域の党員さんとですね、意を通じていただきながら、あ、公認を取っていただきたいなというふうに考えております。えー、そうやって、えー、今年の前半、 6月ぐらいまでですね、地方議員をどんどん擁立していきつつ、衆議院の選挙、今約100名、国政会議いらっしゃいます。まあ、もう少し増やせればと思っておりますが、まあ、懐事情も厳しいので、はい、あの、お財布の状況、財政の状況を見ながらですね、一人でも多くの候補者を立てて、まあ、全国で戦っていきたいということを思っております、えー。ここでしっかりとですね、国会議員、あと4名ぐらい誕生していただいて、5人ぐらいの政党になるとですね、 あの、普通にいろんな討論ですとか、地上波の番組も呼んでもらえるというふうに聞いておりますので、まあそういったネットだけじゃなくて、地域だけじゃなくて、やはりあの、地上波の全国放送で賛成党という名前が国民の皆さんに知ってもらえるような体制をなんとか今年の末までには作っていきたいということを、最重要目標としてですね、掲げてやっていきたいというふうに思っているというのが今年の抱負であります。 参政、まあ、党決闘からですね、えー、今年でもう丸5年というふうになってまいります。準備から入れても5年ですね。はい。まあ、いろんなことを日々起こります。で、大きくなればなった分だけ、えー、それだけあの叩いてくる方も増えますので、まあ、そういった対応もあるんですけれども、けれども、やはりあのずっとコツコツと中で活動してきているメンバーは、まあ、私も含めですけれども、経験値積み上がっておりますし、 で自分たちから、自分たちでゼロから作ったという自負が本当にありますので、はい。あの、他の政党にはできない、え、こと、えー、ね、あの、しがらみのない、その提案ですとかですね、はい。あの、まあ、メディアが言わないようなことも、どんどんと言っていけるということです。それから国際情勢や歴史観もですね、えー、皆さんと一緒に勉強してますので、えー、海外の情報、えー、から歴史を踏まえた、えー、政策提言、そういったことも、いろんな議員さんがやってくれるようになっています。 こういったことをやることが、やはりもう参政党の、はい、あの、これからの発展につながっていきますし、他の党との差別化になるというふうに思っておりますので、ぜひですね、今年も参政党の活動を見ていただいて、そしてまた参加していただいて、一緒にですね、日本を少しでもいい状態にして、次世代につないでいくという大きな目標に向かって頑張ってまいりたいと思いますので、はい、また今年も新たな一年ですね、皆さんと共に歩んでいきたいので、ご協力、ご参加。 よろしくお願いいたします。本日は私から以上です。ありがとうございました。